私は小島さくら。小さい頃からの憧れの町、尾道の大学で日本文学を学んでいる。最近 SNS を通じて知り合った海外の友達から意外なリクエストを投げかけられた。何でも彼らの周りではちょっとした日本ブームとかで、私の住む尾道のクールなところじゃんじゃん教えてほしいというのだ。あらクロエ、そうそう、尾道のクールなところって何を教えたらいいの？サリサクラ。Eh bien, j'y réfléchis et je voudrais connaître les 3D de Onomichi. Tout ce qu'il y a de délicieux, de dramatique et de délectable. 3つの D か。OK, 任せて。じゃあ今から行くわよ。そんなこんなで、私は3つの D を探して、尾道のあちこちを巡る小さな旅に出かけたのだった。私はね、ドラマチックという側面から言うと、そうね、日本らしさが凝縮された街って感じかな。Très japonais? Il faut que tu sois un peu plus spécifique que ça. それじゃあね、坂と文学と映画の街ってのはどう？Pente, littérature et cinéma? C'est l'Hollywood japonais?うん、そうね。昔の日本の原風景があちこちに残っていて、たくさんの監督がここを舞台に映画を撮っているの。有名どころで言えば、小津安二郎の東京物語とか。わお、tu veux dire le Ozu? J'ai vu ce film. La ville portuaire qu'il dépeint est Onomichi. C'est magnifique. Sakura, pourrions-nous y aller?確かこの辺りの海岸が小津の映画「東京物語」に出てきたところみたいね。C'est ça. C'est exactement comme la scène du film. 尾道は尾道水道に面し、北側の尾道市中心街は東西に細長い坂の多い町なんだ。細い路地も多くて迷子になりそうだけど。私は好き。Oh, regarde tous ces chats, qu'ils sont mignons.本物の猫だけじゃなくて、撫でると願いが叶うと言われる福石猫が1000匹以上もいることや、願いが叶う石牛。街のあちこちにユニークなオブジェがあって、旅人の心を癒してくれる。それに大都会とは違うレトロな建物や触れ合いがあって、尾道の隠れた魅力に出会えるの。Une hospitalité à l'ancienne? Ça a l'air cool. 山猫ラテです。あ、すごい可愛いですね。これ何ですか？これはカフェラテにお店のオリジナルで猫マークを。川の少ない尾道の人々にとって何より大切だったのが井戸水なの。水道が普及した今でもあちこちに井戸は残されていて、お茶やコーヒーに使われているのよ。Onomichi est vraiment un lieu mystérieux et passionnant. Au fait, tu as dit que c'était une ville littéraire. それじゃあ尾道のランドマーク、ロープウェイに乗りましょう。Hein? Un téléphérique? Pour aller où?ついてからのお楽しみ。で、あ
なたに見てもらいたいのがここからのこの景色なの。わお、on peut voir tout Onomichi. La voie navigable est pour sûr très étroite. 手前には尾道市中心街、向かい島には市の産業を支える造船所のクレーンがいくつも並んで独特のコントラストを醸し出してない？さあ、文学の小道に到着。Le chemin de la littérature. そう、ここはね、多くの有名な文学者が尾道の街に感動して読んだ詩や小説の一節が刻まれた大きな石が文学の小道沿い25箇所に点在しているの。Sakura, tu étudies la littérature japonaise, n'est-ce pas? そう。尾道で少女期を過ごした林芙美子っていう作家が好きなの。私はこの人の文学を学びたくて尾道に来たのよ。あった！これが林芙美子の文学碑だわ。Qu'est-ce que ça raconte? 海が見えた。海が見える。5年ぶりに見る尾道の海は懐かしい。汽車が尾道の海に差し掛かるとすすけた小さい町の屋根が提灯のように広がってくる。赤い千光寺の塔が見える。山は爽やかな若葉だ。緑色の海、向こうにドックの赤い船が小柱を空に突き刺している。私は涙があふれていた。Oh, Onomichi est ainsi le lieu idéal pour découvrir l'esthétique japonaise. そしてここが尾道で一番有名なお寺、千光寺です。 Magnifique! ですので、まず合掌礼をして、で、それから鐘を。このお寺は尾道のシンボルなのよ。鐘の音は日本の音風景100選にも選ばれてるんだって。Elle a vraiment une résonance magique.そして世界的な建築家安藤忠雄氏設計の尾道市立美術館に行けばひとときアートな気分を堪能できるの。C'est tellement dramatique.